まあ、僕は野球を通じてなんですけども、復興に向かってみんなが一つになって動いた時には、多分ものすごいエネルギーとともにものすごい勢いで復興すると思うんですよね。やっぱり前向いて行くしかないかなと思います。